はい、今日はですね、2024年2月の25日、あーちょっと風が強くなった、いや急に風が強くなった、こういうことってあるんですね。つい今し方まではね、そうなかったけどね、ここはね、伊豆路通りです。いや、伊豆路交差点、なんか急にほら、ちょっと待ってね、これを見てもらうと分かるかもしれない。ちょっと天候が変わるのかもしれませんね。いや、でもよかった。今までですね、マリンポート、いや、違う、ドルフィンポーター土地のちょっと向こうのに、ウォーターフロントパークってあるんですけど、そこで、ラーメン王座決定戦っていうのが今行われてるんですよ。それを撮ってたんだけども、いや、昨日まではね、雨が降ってたんですよ。小雨がね。私寒かったんだけど、昼前からね、天気が持ち直して、で、すっげえ お客さんも多かったしですね、それで賑わいがね、途絶えることなかったんですよ。あんなもんでずっとこうあれしてきたんですけども、今急にもうあれですね、風はほら、さっきのあれを見てみます。さっきの、ここですね、ここさっきは急にここがビリビリビリって震えたでしょう。今はですね、ほら、こんな穏やか、これも天気の変更前のなんかあれかもしれませんね。一旦こう風がビャーッとついてきて、それからまた、ちょっと小雨になるのかもしれませんけど、いや、こういうのもね、やっぱり撮っとかんとですね。こっちがね、伊豆路、山形へ方向ですね。まあ、一番好きな交差点がここですね。いいですよ、ここはね。これが伊豆路通りのあれですね、由来。ほら、これをひらがな読みでするって、鹿児島弁的にすると伊豆路ってなるみたいです。石道路か。これはリスナーさん情報ですけどね。んで、これがちょっと等身大じゃないと思うけども、坂本龍馬さんとお龍さんって言うんですかね、のあれですね。で、ここが伊豆路の交差点、いや、交差点じゃない、電停です。ここにほら、やっぱり衣料品屋さんなんかがあって、どうなんだろう値段は安いか高いかわからないけど、流行ってるんでしょうね、色とりどりのものがどっとって。ごめんなさいね、宣伝と思ってあれしてくださいね、撮らしてくださいね。ほら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 、いいですよ。あ、こういう風にして店のね、コマーシャルになればいいですね。ここはね、いいな、グリーンがいいですね。ここも、158円からとなってますよ。
菊薬穂さん、昔からありますもんね、菊薬穂。鹿児島に来たことがない方、ぜひこう歩き取りに来てください。いいですよ。いや、鹿児島にね、長年住んでる私がね、こういうのもほら、こういうのもあれですもんね、ちゃんと植える人がいて成り立ってますからね。見えないところにやっぱりいろんな人の心遣いとかですよ、それからの下支えしてる方なんかがいらっしゃるんですね。ここは左屋ですね、丸屋ではね。ここは水が流れてませんね。ここは私のお気に入りのね、オブジェなんですけど、今日は水が流れてない。ここがあれですか、マルガーダーデン。あ、本物のツタですよ。ツタっていうか、あれ植物、ほら、こういうね、分かりやすいというか、あの交差点の近くにこういうようなのがあるといいですよね。鹿児島っていうのは分かりますもんね。あ、昔のあれですよ、丸屋、そして三越で、今丸屋ガーデンズってなってますけど、この正面にあるのがあれですね、丸屋ガーデンズの駐車場。それと正面にですね、モスバーガーがあるんですけど、ここは大谷選手のですね、なんかのユニフォームを、サイン入りのユニフォームをですね、いつでも見れる、いや、いつでもじゃないかもしれないけど、この前の情報誌にはそんなあった、3枚あるらしいんですよ、3着点ですかね、それがね、見れるらしい。あの写真も撮れるみたいですよ。まあ、それは現時点情報ですけどね。あ、ちょっと黙りますね。ここはすき家。ちょっと黙ります。いや、すぐ後ろに人がいたもんだからだったけど、ここがですね、もうすぐ天文館通り、あ、ちなみにですね、この電車通りのここではですね、お祇園さとかお原祭りのですね、メイン会場になっています。こういうのがだんだん大きくなるんでしょうね。今上からやっただけかな。あ、いい匂いがしますよ。なんか近くにケーキ屋さんかなんかあるのけ。あ、こう、あの、あれ、今日はえらい電停が多いと思うけど、多分
あれのラーメンを決定戦のなんか流れもあるのかもしれない。今日は天文館の人の流れは結構 あると思いますよ。あ、多いみたいな感じがする。多いみたいな感じがする。嬉しいですよ。久しぶりで嬉しい。はい、あ、ここですね、ほら電邸。あ、電車がまた来た。電車がまた来ましたよ。今日はあれかも、普通よりかはね、間隔が短いのかもしれませんよ。ラーメン王座決定戦がありましたからね。王座じゃない、ラーメン王決定戦か。はい、ということでこの動画はここでお開きになります。ありがとうございました。